こんにちは、カリフォーニアの安藤です。こちらのチャンネルの私の担当の部分では、米国株式投資に関してアメリカカリフォーニアの現地からの通信をお届けしています。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、さて、えー、今日はちょっと画面シェアが最初からこちらなんですけれども、私がえっ、ー、と見ている。 アメリカの有料の株式サイトの中でインベスターズビジネスデイリーというのがあるんですけれどもそちらをちょっと一緒に見ていただいてそれとあの一つ二つちょっと気になった個別銘柄を見てみようと思いますまずこちらですねインベスターズビジネスデイリーこれあのえっ、ー、とサイトはインベスターズドットコムかなそうですねインベスターズドットコムインベスターズビジネスデイリーというのは有名な投資家のウィリアム・オニールが もともと創業した会社でもともとはあのデイリーですので日刊株式新聞みたいな感じであのアメリカの株式の情報が紙で来ていたんですけれども今はえオンラインバージョンが出ていますでオンラインバージョンの方はちょっと見ていただきますけれどもあの推奨株とかスクリーニングの情報がよく出ていますで今日はあの主にえっとですねあの毎週金曜日かな土曜日に、あのー えと週,刊版週刊版のものが、P、あの PDF ダウンロードで来るんですけれどもそちらを見てみますで今見ていただいてるこれは多分あの無料で見られる、えー、ページのトップだと思いますそれでこれで有料のページに行くとあのこちらですねこれいろいろといろんなリストメニューにすごくあるんですけどもあの一番の売り物というのが IBD、インベスターズビジネスデイリーの50ということで、IBD があのコンピューターのスクリーニングでいろいろと分析した中の、えー、50の推奨銘柄というのが毎週載っています。で、これ、こちらですね、あの例えば今一番上だと HG、えー、を2番目は、まあ、私はあんまり知らないんですけども、こういったことがまとめて載っています。で これはですねあのコンピューターを使っていろいろな要素があるんですけれどもグロース成長率、利益率それから株価のバリュー、えー、とそれからモメンタムですねそういったものを総合しているそうです。でこちらの中で、えー、と PDF 版の週間週末に来るやつは、えー、とちょっと画面に切り替えます。 こちらですね、ウィークリーということで、これは来週版なんですけど、毎週あの金曜の引けの後ぐらいかな、土曜日の朝ぐらいかな、そんな感じで来ます。で、結構長いんですけど、これ見ると PDF で、えー、縦長で57ページ、こんな感じですね、こんな長いページで57ですから、かなり長いんですけれども、で、それでその週の、まあ、株式のニュース、経済ニュース、 それからいろいろとこう読み物とかいろいろあるのですがこれがやっぱり一番の売り物が先ほどの IBD50 という推奨株のリストが載っているところでえっ、ー、とこれがですねちょっと待ってくださいねえー、っと20。 あこの辺からですね、これですねこれ IBD50 ということで、えー、と先ほどオンラインに載ってたのと同じなんですけれどもあの推奨の上の方から一番す推薦の方から H、えー、マリネマックスクロックストレードディスクというふうに載っていますが実は私は個人的にはこのすごく上の方の えと最初のこの21ページに載っているのが15ですねトップ15ぐらいというのは実はあまり興味がありませんでこれをちょっと信じてですねあのでカップホルダーというよくあるテクニカルのパターンこれオニールさんがまあ最初に推奨あの提唱したんですけどもこれを見て、えー、カップホルダー を出たところでここで買えっていう推薦が推奨がよく出てきますでそこで最初やってみたんですけど実は そんなななに上がいいかなっていう感じですね感覚的にはでこれ多分なぜかというとそのコンピューターでえ点数が良くて推奨でトップに出てくるのがこれ見ていただくと分かるんですけどコロナの3月頃のとこからずっと上がり続けてますよねエッジでもそうですしまあクロックストレードデスクそういうのも去年はすごくあの株価が上がった有料株なんですけれどもさすがにもう9ヶ月上がり 続けているのでここまで来るとこのあとまだ上がり続けるのかまたは今年の2021年のまあ風向きが変わってあの調整があると落ちるのかとその辺がちょっとよく分かんない状況になっているんじゃないかと思います。ということでこの辺の15とかいうのは飛ばしますね飛ばしまして次の、えー、と16ページ違う違う25、ね、ページかな。 えと少し飛ばしていくとですね、次に、えー、16位以下が出てきます。で、16位以下ぐらいになると、まあ、あんまり見たことない会社とかが出てきて、そこそこ面白いんですけども、これもほとんどやっぱり、あのただよく見ると,、えー、と、過去9ヶ月ずっと上がりっぱなしの会社が多いんですよね。デジタルタバインとか、あの確か、えー、とテスラに抜かれるまでは去年1年で、 最上,上昇率が一番高かった会社ではないかと思うんですけれども、えー、っと、そうして、で、この辺もちょっと抜かします。でですね、実は一番よく見ているのが IBD50 の一番尻尾の方ですね、この、えー、っとですね、47位とかになってくると、ちょっと面白いのがありまして、で、今週ちょっと、 えとあれと思ったのは、このサイプレイですね、これ、ゲーム会社で、私、ゲームやんないので、あんまり見ていなくて、なじみがなかったんですけど、あのすごくちっちゃいゲーミングの会社ですね、あの IP をしたのが1年半前、1年半前に親会社からスピンオフされて IP をしまして、で今、15ドルぐらいかな、ですね。で ね、IPO 価格が16ドルなので、実はそれから全然上がっていません。それで、えー、っとマーケットキャップですね、市場価格が、えー、2ビリオン2000億円ぐらいですので、えーっと、小型株とマイクロキャップの間ぐらい、あ 2, 2ビリオン2、2ビリオンだから、まあ、あの小型株ですね、マイクロまではいかないですね。という小さめの,あのゲームの会社なんですけど、これ見て、あ,あれと思ったのが、えー こちら PE ですね株価収益率18倍とでこれがあの、えー、とアニュアル、えー、と年次の、えー、1株当たりの,あの利益の 伸びが90プラス93っ,て言ったんですねでこれが四半期ごとだと前の四半期の EPS の伸びがプラス156それからその前が200%といってちょっとこれ本当かあの検証してみますけれども、えー、とこ,これだけの伸びだとするとすごいあの低いあの PE r a t だと思うんですね。ということで、えー、ここで元に戻って。 でこれも別のサイトなんですけど、えー、とシーキングアルファ、ね、というサイトでちょっと見てみました。でこちらで見るとこれが年次の、えー、売上高の伸びですね。で去年から今年えっ、ー、とまあそれなりに伸びていると。でそれからこちらが EPS これは四半期ごとでして、えー、と今年の第1四半期第2四半 こっちら水色の方が、えー、実際ですね。でこれは一度、えー、0.21から第2四半期0.31に上がった後また第4四半期0.24に落ちているということで先ほどの IPT の, IP の PDF 版に出ていたこの四半期ごとに EPS がすごく伸びてるよという情報はちょっとこれとは一致していないのでちょっとこの辺はですねあのもうちょっと,、えー、とできれば点球を見たりしてあの詳しく調べる必要があるかなと思うんですけれども。 まあこっちの,あの伸びているという、あの売り上げ高伸びてることは間違いないんですね、で伸びているということが確かであれば、えー、とこちらの図がですね、ね他のゲーム業界の他の会社との比較なんですけれども、 こちらが、えー、サイプレートそれからこの次が業界、えー、と1位のジンガですね。で、ジンガの方が、まあ、規模がもっと5倍ぐらい多いということでなんですけれども、えー、とこれを数字で調べてみると、えっ、ー、と、今年、まあ、この1年、今年になって感じしましょうか、イヤー・トゥー・デートというのがに、今年、今年じゃないや、えー、1年のリターンですね。約あの去年1年の あの今までの、えー、と上昇率が30%と、で他はもう一つの大手、センが50%、50%ということで、まあ、ステイアットホームの株ということで、モバイルゲームはかなり伸びているんですけども、この会社が、えー、あの再,再プレイですね、ちょっと出遅れていて割安かなという感じをします。でこちらのバリエーションの方ですね、見てみると、例えば、えー、とノンギャップで見た今年の えー、PE 株価収益率ですね、ガが,が26、その,その隣あの各社の軒並み20何,20何倍なのに対して15倍ですので、かなりあの割安に見られているかなという感じはします。で、それだから、あのーえー、とグロース、成長がないからあのバリエーション低いのかと思うとそうでもなくて、あの成長とバリエーションを比べたペグですよね。PE 対グロースレーションで見ると、えー、他が 2. ジンガが2.2それからグルーが3近いのに比べて0.5ですのでこれも低いかなという感じですねでまあこれがどうしてなのかなっていうのはまあもうちょっと、あのー、用心して調べる必要はあると思うんですけどこれあの、えー、サイプレイ自身の、えー、とモバイルのプロダクトライフサイクルモバイルのあの えと商品のライフサイクルなんですけれども最初に、えー、開発に1年ぐらいかかるとそれからローンチするのに、えー、1年から1年半かかってそれから1年から 3, か3年、あのー、かけてランプアップして していていここの辺があの一番儲かるところなんですよねでこちらから見ると、まあ、会社の,あの、えー、とプレゼンをうのみにするわけではないんですけどこちらから見るとこの会社の、えー、と1年半前にスピンオフして IP o を,をした時におそ,らくおそらく資金を集めて今のゲームをかなり開発を始められていたと思うのでもしゲームがそのゲームが非常に受けているんであればこれからランプアップして、えー、儲かる時期に入るのかなという気もします。 でこちら、ちょっとですね、イメージのためにサイプレイのホームページ見てみたんですけど、まあ、ちょっとあのラスベガスのカジノスロット的なことを、えーとえー、モバイルでできるって、そんなソフトかなっていう感じですね。ゲームの種類は、えー、こんなところがあ、えー、と こんな感じのゲームがいろいろありますというところなんですけど、えー、っと、ちょっと思ったのは、これ最初、ホームページに戻ると、一番最初に大きく出てくるのが、ゲームを売りたいんじゃなくて、これ、Join Our Winning Team というふうに入ってますけど、これ、あの、リクルートなんですね。で、リクルートを前面に押し出して、こんな、あの、我が社に来ると、こんなビリヤード台があって、遊ぶとこもあって、こんな楽しいですよっていうようなのを前面に押し出して、 押し出してえっ、ー、とあなたを求めてます来てください来てます来てくださいみたいのがあのすごく前面に出ているということはあのえっ、ー、と今ですねリクルートに一番力を入れている会社っていうのはおそらくあの伸びていて人が必要になっているっていうところはあるかなと思いますで念のため、えー、こちらですねでこれがずーっと とまあ去年も上がったり下がったりしながら来たんですけど、これあの2年間の週足です。で、ここ来て先週急に、えー、と上がっておりますね。で、これ3ヶ月ぐらいにしてみると、そうですね、今年の1月4日になってからちょっとかなり上がり始めているということで、まあもちろんあのすごい小型株ですから、あのー、 用心は必要なんですけど私個人的にはこういうのがすごく好きなんですねこれから出遅れていて、えー、とひょっとしてアナリストも気がつき始めた感じかなっていう株ですさてえっ、ー、と先ほどの PDF に 戻りまして、もう一個だけちょっと面白いなと思ったのが49位50位のギリギリのところに入っているブリストル・マイヤルスクイブこれはあの多分ご存知と思うんですけどあの製薬業界の大会社ですねでこれが今、えー、PE が10倍になっているとでそれに対して、えー、EPS のあの えーと去年と比べた成長率が28%なんですね。であの28%ですとグロースがあの PE がまあ28ぐらいになるのが基準的なとこなんでこれも結構伸びている割になんかほったらかしにされてるかなっていう気がします。で去年は本当にコロナであのコロナのまあ,あのクラウド系で明け暮れたので。 本当にク,クラウド系とかの人気のある株はどんどんあの伸びたんですけれどもそうでない会社特に製薬業界でコロナのワクチンにあの乗ってこなかった会社 っていうのが置き去りにされたっていうのは聞いていたんですけども、これかなり置き去り、あのピーが10倍ですと。とええー、と置き去りにされている感じがするんですね。で、こういう株は多分いずれ上がると思うんですけども。ただ今ずっと横ばいなので、今買って持ってても、あのずっとしばらく。みんな気が付かないかなっていう。 あのこととはあると思いますでこういうメガの場合私はここあのインベスターズビジネスデイリーでも66ドル超ぐらいがバイポイントあの買うあのポイントですよっていうふうに出てるんですけど私もこういったのを見た時は今買うというよりもえっ、ー、と66666 66とか67ぐらいでえっ、ー、とリマインダーを入れてましてこれはお使いの証券会社でもリマインダー機能あるかもしれないですけど私このあの えとモバイルのですねあのヤフー、ヤフーファイナンスの無料の,あのモバイルのアプリであのリマインダー機能があるんですけど、これで、えー、と66ぐらいになったら一応知らせてくださいというふうにあの言っておいて、できればあの誰かが気がついて、ほったらかしにされていたのを気がついて、えー、誰かが気がついてから買うと、そんなことを考えています。というわけで今日は、えー、インベスターズビジネス デイリーアメリカの株式新聞みたいなものの週末,あの週末バージョンのご紹介でした。えー、今後もこういった動画をアップしていきますので、もし役に立つと思われる方は、もしまだでしたらぜひチャンネル登録をお願いいたします。またコメント欄も受け,受け付けていますので、よろしくお願いします。